こそ同時来たのが石型飛び機に楽しかった飛び機な。ここが振屋敷村です。私たちはこの山あいの小さな村の1年間を記録させてもらいました。はい、ここなんかひどいね。14.5 度。重吉さんは昭和19年7月18日マリワナ諸島サイパン島で戦死しました。今この釜の中はだいたい1300度ぐらいまで温度上がってると思うんですけども、こういう釜の中の状態を黄金の色って言います。様の方にお読みに行くと、地域が殿様からかがられて茶具に暮らすいて、この前はみんな魚雷でやられたわけです。魚雷でやられたということは、不可の餌だな、はい、